国鉄キハ45系機動車。キハ45系機動車。キハ45系機動車は、日本国有鉄道。国鉄は1966年、昭和41年から1969年、昭和44年にかけて179両を製造し、JR 各社に引き継がれた後2003年、平成15年で、運用、2009年、平成21年まで在籍した機動車である。 キハ23系機動車と呼ばれることもある。都市近郊の通勤輸送と中長距離輸送の機能を合わせ持つ機動車として構想され、従来の一般系機動車よりも出入り口幅、通路幅が広く取られた近郊型と位置づけられる。エンジン、変速機、台車などは当時の標準的なものを採用している。キハ十五系の故障は正式の系列故障ではなく、 同一の設計思想によって製造された、キハ23、キハ24、キハ45、キハ46、キハ53の各形式を総称したものである。1960年代中期、国鉄では一般系機動車として、主に地方線区向けのキハ20系と、大都市近郊線向けのキハ35系を製造していた。キハ20系は、 扉幅が 850mm と狭く、ラッシュ時の乗降に不便であり、キハ35系はもともと、関西本線港町駅奈良駅間に投入されることを念頭に設計された通勤輸送に主眼を置いた構造で、この収容力を必要とする線区はそれほど多くなかった。キハ45系機動車は、両系列の中間的な存在である均衡型として開発され、 1966年、昭和41年から1969年、昭和44年までに基ハ23ハ24基ハ45基ハ46基ハ53ロゴ形式179両が製造された。需要に応じて投入されたため、両数が比較的少ない割に全国各地で広く運用され、国鉄時代は普通列車だけでなく、 一部、急行列車にも使用された。座席配置は、扉間と車端部が、ボックスシート、扉付近にロングシートのセミクロスシートで、座席の構造、ピッチ 1400mm、幅 930mm は、当時の近郊系電車と同一となり、従来の一般系機動車よりも、通路幅、出入り口幅が広く取られた。エンジン、変速機、台車などは、 当時の標準的なものを採用している。事故で廃車された1両を含む3両は JR には継承されなかったが、国鉄分割民営化により、東海旅客鉄道、JR 東海を除く旅客鉄道各社に継承され、西日本旅客鉄道、JR 西日本の一部車両には、和漫化、冷房化、東日本旅客鉄道、JR 東日本の一部車両には更新工事などが、 施行された。構造がワンマン運転に不向きだったこともあって JR 発足直後から急速に廃車が進行、1990年代に大半が廃車され、21世紀を迎えた時点では JR 西日本にキハ23型9両、キハ53型2両が残るのみとなった。これも2003年、平成15年までに運用から外れ、保留車として保管されていた1両。 キハ2 3一も2009年、平成21年6月に廃車となり、キハ45系は消滅した。車両は保存車を含めて全車が解体されており、現存車は存在しない。キハ45系には5形式が存在した。各形式、番台の特徴を可表にまとめた。都市近郊の通勤輸送と中距離輸送の機能を合わせ持つ構造として、 本州向けについては 1300mm 幅の両開き扉を片側2箇所に備える。北海道向けは防寒のためキ波22と同様に車端部に片開き扉を配置しデッキを設けているが扉幅は 1000mm に拡大されている。いずれの場合も扉にはステップが設けられた。車体幅は並結を考慮して 従来の一般軽機動車と同じ約2800ミ、mm、リメートルとなり、急行軽機動車のような幅広車体は採用されなかった。1エンジン搭載車と2エンジン搭載車で全長が統一され、急行軽機動車同様に最大長21300ミ、mm、リメートル、車体長約2800ミ、mm、リメートルとなった。運転台は、 衝突事故対策及び運転士の視認性の向上のため床面が 300mm かさ上げされた高床式となり全面窓には各 R200mm のパノラミックウィンドウが一般系機動車として初めて採用された全面下部には大型の排唱機スカートが設置され排唱機の元に取り外し式の雪かき機が取り付けられた貫通扉上部には 行き先表示器が設置され、急行系路を用全消灯は2個が設置された。側窓は一般軽機動車として初めて、外はめ式のユニット窓、下段上昇、上段加工が採用されたが、北海道向け車については、防寒のため従来同様の一段上昇式の二重窓とされ、内窓の枠は FRP 製となった。全車に便所が設けられている。 床下機器の配置、機器選定、運転台寸法などが標準化され、これらの組み合わせで各車種が構成できるよう工夫された。製造当初は、車体下部から 910mm とアマドイより 220mm が朱色4号、朱色、それ以外がクリーム4号、クリーム色の一般系機動車の標準塗装だったが、1977年、 昭和52年以降一般系機動車の標準塗装が、朱色5号、朱色一式のいわゆる首都圏職に変更されたことから、キハ45計画形式も1980年、昭和55年頃までに順次首都圏職に塗り替えれた。国鉄分割民営化前後からは、各地域独自の塗装に塗り替えられるものが多くなった。キハ45系は、 昭和41年度から43年度まで7回に分けて発注されているが、その間の設計変更点は、細部の改良、材質変更などに止まっており、外観に影響するような変化は、昭和41年度第二次債務者以降で車側統計上が変更されたこと、昭和42年度本予算以降の団地向けで、台本シャッターが廃止された程度である。 座席配置は、扉間と車端部が、ボックスシート、扉付近にロングシートのセミクロスシートで、座席の構造は、当時の近郊系電車と同一となり、ピッチ 1400mm、幅 930mm も近郊系電車と同一である。キハ20系の幅 987.5mm、ピッチ 1470mm よりも幅、ピッチとも縮小されている。 北海道向けでは、防寒のためキハ波22と同様にデッキが設けられ、デッキとの仕切り付近はロングシート、それ以外の部分はボックスシートとなった。便所の扉は本州向けの引き戸に対し北海道向けでは開き戸となり、デッキに便所扉が設けられた。本州向け車両の床は耐水性防腐鋼板の上に塩化ビニールの床材を貼ったもの、北海道向けでは 厚さ 25mm の板張りとされた。暖房については急行軽機動車同等の、温水式が標準となった。客室内壁は、本州向けが、単力1号、薄緑色、北海道向けが、薄茶色4号、サンドベージュ、天井が白、運転室はし向け地にかかわらず、単力3号、ミストグリーン、北海道向けのデッキは運転室と同色とされた。 全面ガラスのデフロスタは従来の電気式から運気式に改良されている。運転台の操作機器類は運転手側に若干傾斜して配置され操作性の改善が図られた。簡易郵便荷物車であるキハ45601.60には半室をロングシートとし2カ所に設けられたアコーディオンカーテンで車内を仕切ってロングシート部を郵便室、荷物室として 使うことができた。郵便、荷物輸送の廃止後は、アコーディオンカー点が撤去されたが、半室、ロングシートはそのままとされた。騒音防止と標準化を狙い、横型の DMH17H 型ディーゼル機関、180PS1500RPM が採用され、新構造機製 TC2A 型または新型コンバーター製。 DF115A 型液体変速機を組み合わせて、一軸を駆動す。エンジンとトルクコンバータは、勾配線区向けのキハ53のみ二組を搭載し、それ以外は一組を搭載した。台車は、キハ20蛍光器型や、キハ58系と同様のウィングバネ式 DT22C、同台車 TR51 バイト付随台車を採用。一エンジン車では、前くらい側が、同台車。 後くらい側が受大車となっている。形式ごとの相違点、歴史をまとめる。キハ45系の製造に先立ち、客車改造機動車のキハ40系、初代、キハ45系、初代が、それぞれキハ08系、キハ09系、2台に解消されている。一大機関搭載の両運転台車で、1966年、 昭和41年11月から1969年、昭和44年2月にかけて、団地系の例番台33両、1967年、昭和42年11月から1969年、昭和44年1月にかけて、艦地系の50番台21両の計54両が製造された。 国鉄時代に廃車になった車両はなく、JR 東日本に500番台11両、JR 西日本に0番台30両、500番台10両の、計40両、九州旅客鉄道、JR 九州に0番台3両、各車合計で54両が継承された。JR 西日本の29両に対し、1990年、平成2年から1992年、 平成4年にかけてワンマン化工事が施行されるとともに、キハ23522は冷房化改造工事も施行された。JR 東日本では全11両に対して1990年平成2年から1992年平成4年にかけて、車体、機関更新工事を施行した。2003年平成15年まで JR 西日本に残っていた。 キハ23-520がキハ45系最後の稼働車となった。キハ23-1が運用離脱後も保留車となっていたが、2009年、平成21年6月10日付で廃車され、全廃された。北海道向け一機関搭載の両運転台車で、1967年、昭和42年4月20両が日本車両製造で製造された。 申請当初は1から4、9、10が函館機関区、5から8が郡山機関区に配置された。郡山に配属された車両も後に北海道へ移動した。前車が北海道旅客鉄道 JR 北海道に継承された。1から4、9、10は函館を一度も離れず、1992年、平成4年から1995年、 平成7年にかけて全車廃車された。本州向け、一機関搭載の型運転台車で、各番台合わせて98両が製造された。団地向けの例番台74両は1966年、昭和41年10月から1968年、昭和43年2月に、 床下機器の保温対策を強化した管地向けの500番台22両は1967年、昭和42年10月から1969年、昭和44年3月に、団地向け簡易郵便荷物車の600番台2両は1969年、昭和44年3月にそれぞ製造され、全国各地で使用された。キハ20系、キハ22系。 キハ五十二型にも簡易郵便に持つ車があり、同様に六百番台に区分されていたが、これらはすべて改造車である一方、キハ四十五6六百番台は、申請車である。九百六十七年、昭和四十二年四月から五月にかけて製造された、キハ四十五三十二から三十六点四二から六十一の二十五両は、カキの観光客輸送のため箱立て、内舗、 朝日川、池田、釧路に、新生配置さ、下記輸送終了後、三十二から三十六は、中国地区へ、五十四は、九州へ、それ以外の十九両は、四国へ転属している。木四十五二十は九百八十七年、昭和六十二年二月に、直方機動車区で廃車され、JR には継承されなかった。 JR 東日本に0番台11両、500番台14両の、計25両、JR 西日本に0番台30両、500番台8両の、計38両、四国旅客鉄道、JR 四国に0番台24両、JR 九州に0番台8両、600番台2両の、計10両、各社合計97両が継承された。民営化直後の年、 平成元年から各社で急速に廃車され、1991年、平成3年に JR 四国から、1992年、平成4年に JR 東日本から、1994年、平成6年に JR 西日本からそれぞれ消滅した。1994年、平成6年10月以降は、JR 九州にキーハ4522が残るのみと、 なったが、これも、翌1995年、平成7年8月に廃車され、形式消滅した。北海道向け一大機関搭載の型運転台車で、1966年、昭和41年12月に6両が、富士重工業で製造された。1から4と6が、苗簿、5が旭川に配置され、申請配置から廃車まで、北海道内で使用された。 1987年、昭和62年1月に、苗母で廃車された、キハ46号を除いた5両が、JR 北海道に継承されたが、1991年、平成3年にキハ466が、残り4両が1992年、平成4年に廃車され、形式消滅した。2機関東載の両運転台車で、1967年、 昭和42年3月から1969年、昭和44年3月にかけて、団地向けの例番台9両、1968年、昭和43年12月に、団地向け長大編成対応計の100番台2両、計11両が製造された。床下に水タンクを搭載するスペースがないことから、便所向かい側の三位側客室内に水タンクが設けられ、 その部位には窓が設けられず、定員もキハ23に対して2名減少している。100番台は重量編成以上の長大編成に対応するため、キハ58401以降と同様に、ブレーキ制御系電気などを追設したもので、0番台と外観の差はない。キハ536は国鉄時代の1983年、昭和58年、キスキ戦で、 築堤崩壊により脱線大破し廃車となり、それ以外の0番台6両が JR 西日本に0番台及び100番台、各2両が JR 九州にそれぞれ継承された。JR 西日本の全6両に対して1990年、平成2年から1991年、平成3年にかけてワンマン化工事が施行された。 JR 九州では大分及び鹿児島に配置されたが、1993年、平成5年3月24日付で、全車同時に、廃車。JR 西日本では、木月線、津山線、小浜線などで使用されたが、1995年、平成7年に、津山配置車3両が廃車され、残り3両も2003年、平成15年3月の小浜線殿下により、廃車され、 全敗となった。国鉄末期の1986年、昭和61年から、分割民営化後の1988年、昭和63年にかけて、急行軽機動車に両運転台化改造が施行され、キハ56型からの改造車がキハ53500番台、キハ58型からの改造車がキハ53200番台、キハ53000番台に編入されているが、 形態、経歴ともキハ58系の一部であるため、本校では記載しない。キハ45系の製造年別製造会社一覧を、下表にまとめる。キハ45系の JR 各社への継承先を、下表にまとめた。キハ45系では、製造期間が短く、量数も多くないため、製造時による形態の差異がほとんどない。改版を伴う改造は行われなかった。 番号の変更を伴わない主な改造工事には、以下のようなものがある。1984年、昭和59年に、キスキ線のキハ5 2系6 0 0番台を機械用に、キハ53-1、10月に、3月を簡易荷物車に改造した。前くらい側のロングシートを撤去し、クロスシート部との境にアコーディオンカーテンを設けた。1985年、 昭和60年3月に、キスキ線の荷物輸送が廃止されたため、同月に原型に復旧している。JR 東日本に継承され、東北地方で使用されていた、キハ23型500番台11両前車に対し、1990年、平成2年から1991年、平成3年にかけて、機動車車両更新工事が施行された。 車両の延命及び接客設備改善のため、車体外反の更新、化粧板、カーテン、座席モケットの更新、扉の交換、配管類のステンレス化などが施行された。隙間風対策として、扉の窓ガラス指示が金属押さえ方式に変更され、火災対策工事として機関が、小松製の DMF11HZSA6D125H-1 に交換された。 変速機及び動力伝達装置の耐久性に影響しないよう、機関出力は 250PS2000rpm とされた。JR 西日本のキハ十三型十九両、一から点一四十六から点二六二十九から点五零一五百二点五零六から五百九キハ十三型六両全車に対し、年、 平成2年から1992年、平成4年にかけてワンマン化工事が施行され、主に中国地方で使用された。運転台と扉が離れていること、高運転台であることなどからワンマン運転には不向きで、JR 他社ではワンマン化工事の対象とはならなかった。長崎運転所に配置されていたキハ4554はビール列車用として1993年。 平成5年頃、前くらい、側半分が、厨房に改造されている。小指北線で使用されていた JR 西日本のキハ23-520に対して、サブエンジン式 AU34 型冷房装置を搭載する工事が施行された。キハ45系で、唯一の冷房車である。高岡を経て、山口地区に移り、2003年、平成15年10月まで使用され、 キハ四45系で最後の稼働者となった。1966年、昭和42年10月11月に、暴走各線、陸道線、上花線、姫線、山口専用としてキハ二23型1両、キハ四45系31両が、北海道各線用としてキハ四46系6両が、製造され、以降1969年、 昭和44年3月までにキハ23基ハ24基ハ45基ハ46基ハ53の5形式179両が投入された。重要に応じ、両数が比較的少ない割に全国各地に配置され、初期はキハ10系、キハ20系、基ハ35系と、末期は基ハ35系、基ハ47系と混用され、普通列車だけでなく、 一部急行列車にも使用された。北海道では当初、木ハ246両、木ハ461両が函館に配置され、瀬棚線、江差シ線、函館本線など、函館周辺の各線で、木ハ46の残り5両は、苗母に配置され、薩沼線、函館本線で運用された。函館では、正木、瀬棚、タナ、エサ路では、大雪などの急行列車にも、 木二22型と共に使用された。郡山に木波244両が配置されたが、すぐに旭川、池田に移動し、旭川配置車が宗谷本線、天根北線などで、池田配置車が根室本線、市別線、地北線などの周辺各線で運用された。東日本地区では、千葉に団地向け、新潟、長野、小堀田、郡山に幹地向けが配置された。 千葉配置車は、暴走各線の電化により1975年、昭和50年に、水戸、四国などに転じ、水戸の車両は水軍線と猛火線で運用された。新潟配置車は越後線や彦線などで運用されたが、両線が電化された1984年、昭和59年に、水戸に転出した。小股、郡山に配置された管地向けは北上線、陸道線、 石巻線、只見線などで運用され、急行、稲わしろに使用されることもあった。西日本地区では幹地向けが、高岡、福井に投入され、姫線、城花線、高山本線北側などで、団地向けが、福井、七尾、亀山、和歌山、姫路、広島、長門、朝、小郡に、新生配置され、関西本線、和歌山線、 マス大東の参陰本線を除く中国地方全域で運用された。四国に新請配置された車両はなく、一旦北海道各地に配置され、下記輸送に供された19両が1967年、昭和42年に高松、徳島、高知に配置された。後に房走地区殿下で千葉から転入した車両が追加されたが、配置は徳島に集約され、 高徳線、麦線、徳島線で運用された。九州では直方、大分、鹿児島に、計8両が、新生配置されたにとどまったが、後に直方には、他地区からキ波 23, キ波45が転入し、地区方地区で使用された。大分にはキ波45600番台、全2両と、キ波5389が配置され、放飛本線。 久し大本線などで運用された。この4両は廃車まで大分を離れなかった。鹿児島にはキハ5300番台、全2両が配置されたが、木ハ45系の配置は、この2両のみだった。鹿児島近郊のキット線、日殺線、山野線などで運用され、休行、から国に使用されることもあった。この2両も、廃車まで鹿児島を離れなかった。1983年、 昭和58年3月2日にキスキ船で発生した脱線事故でキハ536が同年3月22日付で廃車されたのが本系列発の廃車である。キハ4520とキハ464は国鉄分割民営化直前の1987年昭和62年2月と1月に廃車されており、この3両のみが JR に継承されなかった。 国鉄分割民営化に際しては、JR 東海を除く、旅客鉄道各社に176両が継承された。1990年代から廃車が進行し、JR 北海道所属車の内木ハ24は、函館と戸幕前に、木ハ46は、苗牢に集約されていたが、1995年、平成7年までに者者、全社廃車、JR 東日本からは、 水軍専用が1992年、平成4年に廃車された後、小型に集約された更新済みの勘向けが2000年、平成2年に廃車されて消滅。JR 四国では1991年までに、全車廃車、JR 九州所属車は、末期は、大部にキハ23600番台2両と、キハ532両が、鹿児島にキハ5300番台2両が残っていたが、 これも1993年、平成5年に廃車された。営業運転での使用は、JR 西日本山口鉄道部の一両、キハ23520による2003年、平成15年10月ダイヤ改正前の運用が最後となった。また、保留車として、下関総合車両所本所にて保管されていた一両、キハ231も2009年、 平成21年6月10日付で廃車解体処分され、キハ45系は消滅した。キハ242が廃車後札幌市内の店舗にて利用されていたが、2015年に解体処分された。片方の前頭部が個人で保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。